皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は食品添加物や農薬でがんのリスクは大丈夫、医師が5つの提案というお話です。今やですね、2人に1人はがんになる時代と言われています。がんになりたくない、あるいはがん患者さんであればですね、がんを進行させたくないというのは、当然の心理だと思います。そしてがんの予防やですね、がん患者さんのセルフケアにおいて食ですね、食べることが重要であるということは、これは多くの研究結果から明らかになっています。ただですね、食べ物のその健康へ与える影響に関しては、いい情報も悪い情報も含めてですね、膨大な情報がネットなどにあふれていて、本当にどれをですね信用していいのかわからないというような状態です。特にですね、いろいろな食品に含まれている添加物やですね、農薬などが気になりますよね。で、本でもですね、この食べ物が危ないといった、ショッキングなタイトルのものがですね、やはり売れています。今回は、この食べ物に関するリスクについて、私のですね、意見をお話したいと思います。例えばですね、野菜やフルーツが、がんの予防やがん患者さんにとっていいですよというようなお話をしたとします。これはですね、国内外の、大規模な疫学調査で、野菜やフルーツをたくさん食べる人とほとんど食べない人とを比較してですね、野菜やフルーツをたくさん食べる人ではですね、がんにかかるリスクが低いと、そういった結果に基づいています。ただ中にはですね、こういう研究を紹介すると、野菜やフルーツには、農薬が残っている可能性があるので危険じゃないのかとか、あるいはですね、野菜には発がん性があると言われている、硝酸塩やですね、亜硝酸塩が含まれているので逆にですね、がんになるのではないかと、そういった意見もあります。また魚ですね、特にイワシやサバ、サンマなどのこの青魚が、がんの予防やですね、がん患者さんにとってメリットがあると、そういう研究を紹介すると、魚にはですね、海水に溶けている水銀やですね、ヒ素などが、蓄積している可能性があるので危険じゃないのかと、そういう意見もあります。さらにですね、新鮮な魚を毎日調理して食べるのはですね、忙しい方には難しいこともありますので、缶詰のですね、サバやイワシを勧めることがあります。そうするとですね、缶詰の添加物や保存料のリスクはどうなるのかと、そういった意見もあります。確かにですね、例えば動物実験などで発がん性が確認されている物質がですね、食品添加物として使われているのは事実ですし、100% 安全とは言い切れません。特に食品添加物の一つである発色剤のですね、亜硝酸ナトリウムは、発がん性が問題視されていてですね、例えば加工肉による大腸がんのリスクの増加の一つの原因であるというふうに考えられています。ただですね、私はこういった食品のリスクというのは、ゼロにはできないので、ある程度ですね、許容するしかないというふうに考えています。そしてですね、あまりその添加物や農薬のリスクにとらわれずに、食べ物の栄養やですね、健康にいい効果に目を向ける方がいいというふうに思っています。そもそもですね、人が日常生活を送る上でゼロリスクということはありませんよね。外を歩いていても、それから電車に乗っていてもですね、事故に遭う可能性はゼロではありません。じゃあ家に閉じこもっているのが安全かというと、家にいてもですね、自然災害に襲われると、そういうリスクがあります。それと一緒でですね、食の安全に関してもゼロリスクということはありませんね。本当にですね、ゼロリスクを目指すのであればですね、市販のものはですね、もう一切これ食べることはできないと思います。自分で例えば無農薬で、野菜やお米を作ったり、放牧地でですね、牛を育てたり、生けすでですね、安全な餌だけを与えて育てた魚を食べるしかありませんよね。あるいはですね、極端な話、これ何も食べなければですね、食の安全に関するリスクはこれゼロになります。
そんなことはですね、通常は不可能なわけですので、やはりある程度こう妥協しないといけないわけですね。そこでですね、こういった食品のリスクが気になる方に5つ提案したいことがあります。まず1つ目は、加工された食品はできるだけ減らすということですね。これはゼロにはできないと思いますけれども、できるだけこの生の素材を自分で調理するということを心がけるということですね。そして2番目は、野菜やフルーツはしっかりと水洗いをしてから食べること、そして皮があればですね、皮を剥くことをお勧めします。これによってですね、残留農薬のリスクを少しでもですね減らすことができます。3番目は、肉はできればですね、産地や生産者が記載されているものを選ぶということですね。これはお金はかかると思うんですけれども、国産のブランド牛やブランド豚、あるいはですね、ブランド鶏と、こういったものの方がやはり安全性はですね、高いというふうに考えます。そして4番目は、魚はですね、できるだけ小さなものですね、例えばこれイワシなどですね、こういったものを選ぶということです。食物連鎖のですね、下位に位置するですね、小さな魚の方が大きな魚に比べるとですね、水銀などの蓄積が少ないというふうに考えられています。そして5番目は、同じ食品ばかりを食べ過ぎないということになります。これはですね、リスクを分散させて減らすという意味でも、同じものばかりをですね食べるのではなく、いろいろなものをですね少しずつ食べるということをお勧めします。以上のことをですね心がけていれば、少なくともですね、農薬や食品添加物が原因でがんになったりですね、あるいは健康を害するリスクは、ずっと減るというふうに思います。もちろんこれ自分でよく調べてですね、この食品はやっぱりリスクが高いので避けると、そういう選択をすることもいいと思います。というわけで今回はですね、食品添加物や農薬によるがんのリスクは大丈夫？医師の提案といったお話でした。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいことを取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。